寒い、めちゃめちゃ寒いかな。寒い、寒すぎる。寒い。寒いよ。はい、8時回りましたので、これからね、しじみの味噌汁もらいに行きます。しじみの味噌汁のお店に来店ポイントをもらいに行きますのコーナー。寒いんだけど、めっちゃ寒いんだけど、これちょっともうガソリンも入れなあかんし、今日やることいっぱいあるんだけど、とりあえずね、海外へ行く予定が、段取りが立ちそうなので、今日はね、もう早速ね、髪を切りに行きました。髪を切ってきました。これでね、もういつ日本出発になっても大丈夫です。とりあえず髪切っといたのでね。寒いよ。ああ寒いわ。ではない。あ、でもちょっと宮迫カットっぽいかもしんない。2ブロックらしいから、一応ね、前の横は刈り上がってるけど、横と後ろはそんなに刈り上がってない、宮迫変形、宮迫かヘアスタイルみたいな。寒い、あかん、間に合わんかった。寒いわ、めっちゃ寒いんだけど。ほんで、寒い。もうぼちぼちね、スロットの、企画というか、ちょっとどっかに売名に行こうかなと思って、なんかイベントとか来ないかな。明日どこ行こうかな。明日ね、ケーパが暑いらしいんだけど、明日ケーパ大阪な。ケーパ遠いのよね。ケーパね、港区一丘って結構遠いのよ。近いようでと、あ、でも天童区の、フリーダム行くこと考えたら、ケーパでも全然手前だけどね。それか、明日はアローなにわに行くかやね。八のつく日はアローなにわらしいんだけど、ほんまかよ。こないだそれで行ってアローなにわでこけてる。まあ、こけたけど、結局あの日買ったからね、アローなにわ。アローなにわで、最初、ニューアイム売ってて、めちゃんこ負けて、もう終わったと思ったけど、最後はファンキーで全部取り返したっていう、今日みたいなパターンもあったから、難しいのよね、もう本当に。もうね、ジャグラー難しいわ。ジャグラー簡単って言いたいけど、ジャグラー簡単って言われへんわ。ジャグラー難しい。もう負けたって思った日にも勝ったりするから、今日勝ったやろと思っても平気で飲まれることもあるしね、もう分かんないやな。どけよバカが、クソな日本車乗りやがって。クソな日本車の分際で俺様の行く手を阻むとかね、100億万年早いんだよ。めっちゃガラガラなんだけど、客そんな出てないの今日。そりゃこんな寒い日出ないわな。こんな寒い日出ないわな。ちょっともうここ止めよう。柴田とか絶対絡めないわ。ましや大阪は来店がないから大阪来ないし、さ、柴田に売名できたら大きいよね。でもね、あれでいいね、バッシュ TV の企画に出れたら、登竜門 EX とかあんなに出れたら全然いいねんけど、神戸とかで登竜門の撮影とかないかな。全然行くけど俺、神戸とかやったら。マジか、京都に来る、マジで。京都
京都か、京都やと行けるな。っていうか今日ね、もう午前中の勝負で最初2万5千負けてたのが今日5千勝ちだから、今のところプラス5千だから、もう別に、ね、勝負しなくていいんですよ。今日もだってプラス5千だから、もう勝ってるから、だから無理に今日このクソ店でお金を捨てるよりかは、あの勝負せずにね、あの来店ポイントだけ貯めりゃそれでいいんだけど、今日来店ポイントだけ貯めに来ました。だから今日ね、お店にね、来店ポイントだけ貯めに来ました。めちゃめちゃ寒いんだけど、寒いんだけど、じゃあ入店しますよ。ほっ、朝と髪型が違うけど、
とうございます。ただお預かりいたします。ありがとうございます。ジャグラー簡単やな。20スローで今にコインが20枚余ってた、21枚余ってたから、これを5スローに変えて5スローで遊ぶか。とことんやったろか、今日とことんやったろか、とことんジャグラーやったろか。20枚ってことは、え、5スローってことは何倍、4倍か、80枚、当たれへんのか。80枚じゃ遊べないな。帰ろうか、帰ろうか、帰ろう。まあ来店ポイント3になったし、甘い髪型見ただろ、さっき入店の時見せたでしょ。ガソリン入れに行くから、ちょっと待って、ちょとりあえず一回車戻させて、寒いから。俺車どこ止めた、あ、こちら、今日こっち止めた、寒いわ、めっちゃ寒い。昼間マルハンであんだけ時間かけて時給1000円で5000円しか稼げへんかったのに、ここ来て1時間も1000うちに9000円稼いだ。3000円でペカって3連チャンしてちょっと200回してもう帰ろうっていう、すごい効率いいでしょ、そんなね。こんなジャグラーなんてね、連チャン機じゃないんだから、連チャンしなかったらおもんないんだよ。なんだったらもう100ゲームでやめてもいいぐらいだわ。200回し上げただけでもありがとうございますですよ、本当に。っていうか、このジャグラーめっちゃ回ったんだけど、ブドウが山ほど来るんですけど、 3点何分の1ぐらいの勢いでブドウが来んねんけど、まあでもブドウだけ良くてもね、結局ペカらんかったら一緒だから。よいしょ、はい、いうことでね、ということでね、午前中かわいいなって、かわいくないわ。ガソリン入れに行くわ、ちょっとね、ガソリン入れに行くわ。寒い、いや、もうちょっと売ってもよかったんだけど。あ、2000円にしようかな、今日も廃屋2000円にしようかな。毎回2000円しか入れんとこかな。君たちからね、あのアイテムこじれないからね、ガソリンの満タンにも入れれないわ。レクサスのガソリン満タンだとなんぼすると思ってんだよ。1万円で満タンならないからな、言うとくけど、廃屋1万円言うても全然満タンならないからな。80リットルぐらい入るのに、80リットルかける150円、ね、1万2000円でも満タンならないから、1万3000円4000円ぐらいいくから、軽油では走らないわ。ちなみにね、あれ大丈夫か、あの YouTube、 あの僕人の YouTube とか見ないから全然わかんないんだけど、あの25歳か26歳のね、司法書士あの子、あのまあ苦労人よね、あの子通信の高校出て、でレックで2年ぐらいあの勉強して司法書士取ったんだけど、そのまでにあの不動産売買のね、あの収益不動産のあのなんていうの、あの飛び込み営業をしたりとか、訪問販売をしてたりとかね、ほんでまあそれもでも半年ぐらいなんだけど、でプラス半年間だけあの司法書士事務所で働きに行って、なんかいろいろ学びました言うけど、半年でね、不動産登記全部学べるわけないだろ。不動産登記、商業登記、供託ね、それ以外にも司法書士って業務たくさんあるけど、半年でそんな全部学べないわ普通に。まあ僕はあのごめんなさい、僕ね3年半
司法書士事務所で働いてたから。それでも僕がやった手続きなんて、まあまあ司法書士とあのそこは土地確保調査士があったからね、建物表示登記、所有権保存登記、所有権移転登売買のね、所有権移転登記、あと抵当権設定登記、あとはね、名変名義変更登記、まあ生活できますからね。だからうちの、親父のあのあの安いね家が残って、まあ結局ねすごい安い値段で売れたんだけど、それを母親名義に相続登記をしてね、あのそれをあの権利書を渡したのは僕ですからね、うん、母親から委任状をもらって実の母親から委任状をもらって、うん、であの自分の会社の法人設立登記を自分でやりましたからね。ただね、あの定款認証だけは行政書士の先生にやってもらわないとどうしようもないので、そこだけはね電子認証でやってもらいました。知り合いの行政書士の先生にね、それだけはやりましたけど、法人登記、僕知り合いの会社の法人設立登記も僕がやってるからね朝なんとかあの司法書士事務所のあの女の子より、あの少なく間違いなく俺の方が司法書士としてのあの実務経験は 俺の方が上だから。資格持ってないけど俺無資格だけど補助者証も持ってなかったけどもう今その事務所潰れてないから何とでも言えるけどメガホンでガソリン入らないわ。ちょっと入れてくるね、2000円ね、2000円入れてくるわ。よし、だからね、あの君たち僕のこと勘違いしてるようだけど、あのね、悪いけど申し訳ないですけども君たちよりかはあのスキル高いから、ああちょっとガソリン入れてくるわでしょ。貧乏トヨタ株式会社0円のビザデビで満タンできねえわ。中卒無職引きこもり童貞ニートと比較してる時点でおじさんの負け。あ、そうよね。だからここの申し訳ないけどね、あの君たち、あの俺おじさんのことね、あの同じ部類の人間だとあの思って寂しみを込めてあの近寄ってきてるかもしれないけど、ごめんなさい。あのね、社会経験はね少なくともね君たちの何万倍もあるからあの高校中退してあれですよ、あの外食産業でも長く働いてたしね、ウェイターもしてたし、キッチン補助もあの調理補助もしたしね、ビアガーデンのウェイターもしたし、高級クラブでも働いたし、でまあデリヘルでも働いて、何やったら自分でも店もやったし、まあ今もお店も持ってるしね。だからそういう経験からね、司法書士事務所で働いたこともあれば、大手ね一流商社会社で、僕もう申し訳ないけど、正社員で働いたことあるから申し訳ないんですけど、あのね、社会経験でいうとね、君たちは何万倍も持ってるから、うん、だからこんなね適当でも生きていけるわけですよ。わかりますね。デリヘル何に在籍、今はね、リーちゃんとレイカとアズサが辞めたので、今リーちゃんとあいつなんていう名前だったか、ちょっと待って、
あいつの本名が出てこないわ。源氏名は出てきてるんだけど、源氏名言ったって仕方がないから、あ、ゆきな、ゆきな。うん。りーちゃんとゆっきん、うん。二人はいるよ。まあ、うちの店に在籍しながら、実質はよその店で働いてるんだけどね。うん。あ、ちなみに、ゆきな二人おるわ。もう一人おったらゆきな。で、こないだうちの店長が連れてきたおばちゃんも知り合いの店で働いてるし、だ結構いるっちゃいるのよ。だから元に戻して集めれば店をやろうと思えばできるけどね、僕自分の好みじゃないお姉ちゃんとお店したくないの僕、うん、できればもうそんなやつはよその店で働いといてってぐらい、うん、そんな感じ、うん、いうことでね。いや、あ、そうそう、話を戻すけど、司法書士会に所属をしてるから司法書士になれるのであって、その司法書士、法の番人たる司法書士を名乗ってる人が放送法違反を促すようなことをして大丈夫か。あれ大丈夫、あれ動画一応ね、N 国党からね、まあ、依頼があって、それに乗っ取って仕事をする分には別に構わないとは思うけど、やっぱりね、まあまあ一応立花さんも言うてるようにね、罪になる刑罰法規に詐欺罪とかに触れるようなことはしたくない。踏み倒せとは言うて、踏み倒せっていうのもどうかと思うんだけど、債務者に債務を踏み倒せっていうことは法の番人たる司法書士がそれに関わっていいのかえっていう。いや、その債権自体にね、不存在確認の疑いがあるとかだったらね、その不存在確認訴訟とかっていうので、なんだったら弁護士挟んでもいいぐらいの案件ではあるけども、一応ね、やっぱり放送法に基づいて放送受信契約をした上で受信料が規約で決まってて、その受信契約に基づいて受信料債務がある契約者の片方を担げることはあまり好ましくないんちゃうかななんてのもまあ思ったりするんだけど、まあお姉ちゃんはお金のためにやるっぽいね。うん、なんせね、まあ借金100万借金して会社を設立してるっていうぐらいだから、大丈夫かこの子。まあまあ自分でもなんか動画で言ってたような気するけど、その資格を持ってる人はね、守りに入りたがるっていうのは、まあ、俺仕事上で税理士とか、あと社労士とかも関わったり、当然ね、司法書士はもともとその業界でおったから、あと行政書士を持ってる先生もおるし、いろいろな人がおるけど、ちなみに、立花隆さん、行政書士ぐらいだったら僕でも取れる自信あるよって言っちゃって、あれ大丈夫か。今、昔と違って行政書士の資格試験レベルすんごい上がってるぞ。昔の作文でだけで通るような試験じゃないんだけど、うん、まあそこは訂正しといた方がいいんちゃうかなっていうのは思ったけどね、動画をね、うん、まあでも話戻すけども、うん、あんまりね、仕事でならいいけど、あんまり、まあ面白くなりそうよね、うん、YouTube、結構ね、最近若手の女の子、平成29年に司法書士試験合格したのかな。で、半年間だけ司法書士事務所で働きに行って、で、借金、100万円借金して会社設立した。100万円借金して会社設立って、その株式会社が、の資本金が100万円だから、その出資金として100万円借りてるようだけど、別に出資金なんて、一旦口座に入れて、それで、会社出資しましたって投機してしまえば、その100万円はもう使っても当然出資金なのでね、資本金なので使ってもいいお金で、まあ、すぐ返せるっちゃ返せるんだけど、大丈夫かな、ああいう話をしてて、こう大丈夫かな。ある意味カッとんでるっちゃカッとんでるよね。だからこそいや1円でもいいけど、とりあえず資本金はね、1円で株式投機するよりもまあ100万円ぐらいの方が、子がなぜ司法書士を試験を取ろうと思ったかったら、社長になりたかったらしいのよ、本来は。社長になって、多分ね、
予想ですよ、僕の今までの社会経験とかいろいろな、含めての予想で言うと、あの女の子、まあ、プライドは高いのよね。だから、高校も、通信制の高校を自分での力で自ら出たんだと思う。とても苦労してる子やと思うよ。うん。その辺のね、並大抵のその辺の遊んでたんです、遊びすぎたんですって笑いながら言ってたけど、そんなじゃなくて、すごい苦労しながら高校の単位を取って、通信制高校を出て、で、働きに行ったけども、ね、訪問販売でケチョンケチョンに言われて、クソと思いながら私社長になってみせるっていうすごい漠然とした自分でも書いてる中二病のね考えでどうしようと思った時によし社長になる。でもお金を貯めて社長になっただけじゃね信用がない。それは多分ねその不動産会社の名刺を持ってどこ行ったかってお前のところどこの会社やねんみたいなんですごい信用がなかった。それが嫌だったから、まあ、そういう考えに至ったんだと思うけど、まあ僕訪問行った時はね会社なんかどうでもいいわ思って逆に思ってたけどね、うん、でそれをなるために、会社の社長になろう。でも信用のある会社の社長になりたいから私はそのために私の学歴でも取れる資格を取ろうと思ってまず行政書士試験と宅建を取っ、宅地建物取引集を取ったみたいね。で宅建の方は登録をしてるみたい。資格取得資格の中に宅地建物取引士って書いてあるから。でも行政書士は行政書士とは書かずに行政書士合格って書いてあるから合格だけはしてるみたい。うん、で行政書士会に登録せずにそのまま司法書士の試験を受けたみたいで、2年目で司法書士試験を突破したと、うん、そういう経歴っぽいね。あんだけ見ただけでもうパパッと大体想像はつくわ、うん、で実際じゃあ会社も作りましたね、司法書士としても名乗れますなったけども実際やってみたらね大体ね難しい難関資格を取って先生と話してるとみんな口揃えて言うのはねすんごい難しい資格やっとの思いで取ったのに資格取ってからがスタートやったわこれみんなが言うのよ行政書士とかだけじゃなく宅建とかだけじゃなく、ね、司法書士とかだけじゃなく弁護士も含めて税理士も社会保険労務士もみんな口揃えて言うてる。当たり前やぞ。だからもう言ってるように、資格はあくまでもね、武器の一個を手に入れたに過ぎないのよ。ね、例えばですよ、医者や弁護士、ね、医師国家試験を取りました。ね、それはもう内科でも外科でもどっちでもいいよ。ね、あと、司法試験突破しました。ね、弁護士だろうが、弁護士会に登録して弁護士になろうが、ね、司法修習行ったまま検察になろうが、ね、裁判所の、職員になろうが何でもいいけどね、まあ裁判所の職員とか検察は公務員だからちょっとあれだな、それでまあ安泰といえば安泰だわな。でも弁護士になりました、医者になりましたね、そこスタートラインやからね。言うとくけど、あなた方勝手に弁護士さんすごい、先生すごい思ってるかもしれんけどね、内科医の先生の考えてることなんてね、まあ僕の知り合いのね、面白いインド出身の先生おるんだけどね、人殺す、患者殺すの簡単よ。生かすの難しいけど。注射一本で人殺せるよ。ね。でも、その人の命救う、それ一番難しい。ない、ね、医学博士がそう言うてんねやから、間違いねえわ。うん。それぐらい資格を取っただけでは、ね、飯なんか食えない。当たり前のことなんよ。それをなんかみんな勘違いして、まあ、そら、人類史上最難関、まあ日本、少なくとも日本の史上ね、最難関の医者や弁護士の資格を取ったら、そりゃ食いっぱぐれはないやろ。食いっぱぐれはないやろうと思うけどもね、司法試験と突破して、司法修習も終わってね、弁護士事務所で働き出したけどね、なんかもうそこの先生が嫌いでね、のき弁も嫌やから言って、ふらふらしてたらね、仕事もなくなってアルバイトしてるんですっていう弁護士資格を保有者は何人おると思う。異業種交流会なんかに行くとね、まあまあやっとの思いでなんとかバイトで貯めた金で事務所構えて、安い事務所でね、まあ、うちみたいなあんなとこでもいいから事務所構えてね、弁護士名乗ってるんです言いながらも仕事がなくてね、困ってる弁護士なんか山ほどおるからね。言うとくけどだからさ、すごい偉いのよ。司法試験を突破するなんてすっごい偉くて、まあ、お医者さんもすっごい偉くて、司法書士さんもすごく偉くて、ね、誰かさんは行政書士は誰でも取れるわみたいなこと言ったけど、行政書士も僕はすごいと思うよ。ただ資格を取っただけで飯が食えると思ってる人は浅はかやなってしか思えへん、うん、そんなんで飯食えんやったら誰も苦労せんわっちゅう話です。だからZOZO の社長なんか資格持ってると思うか、じゃあね、
ベラボーにも、何金持ってる、例えばですよ、あと誰がおる、カルロス・ゴーン。ね？すごいなんか資格持ってんのか？違うだろ？ね？違うんですよ。そこをなんか履き違えて、医者になった、弁護士に取った、だから俺は安泰なんだ。安泰の可能性は高いけどもね、その人格がおかしかったらね、そうでもないよ。だからね、あの資格がね、すべてだと思ってる人が多すぎるような中、日本は特に。医者の考えとることは、今日の夜どこの列、ああ、そうそう、あのね、医者の考えとることは、可愛い患者けえへんかなぐらいしか、ほんまに思ってないからね、マジで。あの、一番簡単な例でいくと、あの、整体師の先生。ほとんどそうだから。あの、若くて可愛いお姉ちゃんにね、合法的に肌、ただで触れ、なんだ、金もらえて、触れるからってなってる整体師さん、あの、大多数だからね、言っとくけど、ぶっちゃけると。そんなこと絶対口が裂けても誰も言わないよ。ね。いや、私はあの、人体を何、漢方、あの、西洋医学で、東洋医学で、こう治したいんだとか、わけのわからんことみんな言うてるけど、ね。ペロンとめくって酒飲まして、ペロンと喋らしたらね、くねで来たお姉ちゃんこんなんでな、そんなんばっかりだから。ね、あの大体そんなんで独立してるあの生体の先生なんて盗撮魔とかね、そんなんばっかりだから、あもうね、全員が全員とは言わないよ、ちゃんとした人もねいるんだけど、そんな人多いっていう話ね。大卒一部上場企業経験、そうでしょ、ほら貧乏トレーダーさん、ここも身近なここにもいてるじゃない、そういうことです。大卒であろうと一部上場だ、一周僕も言うたら大卒って言えば大卒って言えるし、一部上場企業に働いたことも何度もあるし、でも結果的にはこういうことですよ。だからそれが全てじゃないってこと、うん、それをなんか履き違えて、なんかもう なんて言うんだろうな、やっぱりね、あの人らはあの なんつったらいいのかな、コンプレックスなんだろうね、学歴コンプレックス、自分が資格を持ってないコンプレックスがあるから、あのどうしてもなんかそういう偉そうに自分を見せたがるっていうところ、うん、あれはちょっと、まあまあ、また、あの、ああ、この人は、やっぱり、信用できへんなって。ぶっちゃけ、ちょっとこの人は、ああ、あんまり信用できへんなっていう動画やから、あの動画はちょっと訂正するなり、上げ直すなりした方がいいんちゃうかなと思うよ。行政書士の資格を取った人たちは、バカに過ぎてるわ。うん、いやましてやね、あの人がじゃあ東大の、ね、法学部を首席で卒業しててね、あの弁護士資格を持ってるからそう言ってんだったらいいけどね、自分が行政書士の資格すら持ってないのに、俺だって受かる自信あるよって言うんだったら受けて通ってから言ってって話で、うん、もうましてやね、50歳の脳になってる人がね、今更勉強したところで通らないよ、言うときますけど、多分宅建も向いちゃうかな。でそれが仕事が忙しいとか、その言い訳をして、ね、必要ないからとか、そういうことを言うんだったら、はなからその資格をバカにするあの資格はないって話ですよ、うん、持ってる人がバカにするんだったら、僕がキャリコン簡単よっていうのは、だって自分持ってるからね、 FP2級簡単よ、だって俺持ってるもん、俺でも受かんのよ、じゃあ誰でも通るでしょって話ですよ、うん、でも持ってない人がね、あんなそんな資格簡単じゃんって言うんだったら、じゃあ取ってみろよ今すぐ、うん、あの某ね、あの大手のね、製法会社の何度も言うけど営業部長ね、何十年もやってて偉そうにふんぞり返ってるやつがね、2級 FP 持ってないっていうオチをね、何人も見てきたんだから俺。え、お前持ってないの、俺あの業界未経験やけど持ってますけど、じゃあお前俺より知識ないんだね、じゃあお前から保険を買う必要ないよね、なのになんでそんな提案だけ偉そうなの、え、こここうじゃないの、こうじゃないの、こうじゃないのって言われたら、もう向こうタジタジやからね、言うとっけ、うん、だってこっち AFP なんだから、あなた3級 FP なんでしょ2級 FP 取ってから偉そうに言って、うん、だから世の中そんな多すぎる、ほんまに。まあスキルがあったらそれをあの返すこともできるでしょうけど、その人はスキルもなかったからね、うん、そういうことですよ。どこまで行った、運転免許、あ、全然だから、あのね、資格を持ってないからバカなんじゃなくて、資格は持ってて、もうまあ武器を一つを持ってるので、それでいいと思う。でも持ってない資格をね、バカにするのはよろしくないなって、精神科、通いたい、早く。中を行かないです。うん、ミッドナイト競輪、そんなんあんの？知念ちゃん電話してこないな。次枠やるの？マジでか！もう今日お腹いっぱいなんだけど。もう今日パチンコもめっちゃ買ったから、もうお腹いっぱいなんだけど、まだ10時にもなってないけど、来店ポイントも貯めてきたし、ね、今3000円が1万2000円だったから、もうどうでもいいかな、ガソリンも2000円入れたし、みたいな。ほんとね、僕、一番嫌いなのは、そのね、なんて言うんだろう。勘違いして偉そうにしてるやつは大嫌いなんですよ、昔から。
だからあの企業の上司でね、あの何の実績もないのになんか年功序列で偉そうになった部長とかってなったらね、あのその部長とねいつも戦ってしまうんですよ。まあ会社のね上下げで最後潰されてこっちがまあ辞めざるを得ん状況に追い込まれるけども、そいつを引きずり倒してでもそいつを倒してから辞めるからね、うん、でそこの会社で営業成績を上げある程度上げて実績を上げて なんか文句あんのかお前って言ってから辞めるからね、うん、で辞めやんといてや言われて、いや無理ですよお前の下で働きたくないから , 笑顔で言うてやれるからでもね、あの大丈夫ですよ、あの人事にはそんなこと言わないですからって、なんて言うねんなんて言うねんって、なんて言っていただけるんですかちゃうんかと思いながらね、もうなんて言うねん、あの体調不良でやめますよ、いつもそうやってやめてきた、うん、ただあのそういうね、あの勘違いやるのは僕大嫌いなんで、うん、配信者見てても、まあ、あれはだからそれをネタにしてるのかどうかわかんないから、まあ、どっちでも思わないけど、なんだろうな、明らかにあの言い方はまずいよね、コメント全部読んでるわよ。読んでるわよ、全部。読んだわよ。次枠、猫？今ね、嫁が多分ね、猫動画撮ってるはず。今日、港南で買い物したから、猫用のベッドをね、うん。はい、ということで。いや、もしかしたら家で、飯雑するかも。するかもです。ここのとこ最近、ずっと家帰って枠開ける、枠開けるって、一個も開けてないから、もうかもって言うとく。もう嘘つき呼ばわりされるから、うん。そんな感じでね。まあ、だから自分を自虐するのはいいけども、人のことを小バカにする人間は僕大嫌いっていう、うん、ああまあそうでしょう、うん、そんな感じ、はい、そうなんですね、肩書き、いやでもね、肩書きがあってもその肩書き実績があればまだいいけど、実績ないくせに肩書きだけ持ってるやつは大嫌いね、もうとことん戦ってるけどね、大体中小の部長クラスのやつ多いけど